Warte.街灯がもう朽ち果てて根元から折れてます。ここらですね。ちょっとこの先行ってみます。縦長の建物。多分これはあの神社かな、関係の建物だと思うんですけど、
もう床が抜けてますね、畳が。こっち側にもゴミが散乱してます。お、これ。ものすごい量。で、この下にあれ、ファンタの、ね、瓶があります。多分これ70年代ぐらいのやつかな、それ以降か。で、たくさんのゴミ、ここ一帯全部ゴミだらけになってます。最近のゴミじゃないと思うんですけど、多分この建物から出たやつなのかな。この下から下までずっとね、ゴミだらけになってます。ビニール、硫化サンドとかカイロ、アルカイロ、あー、なんかお弁当の蓋みたいなものがねあったり、どれぐらいの年代の、普通のゴミじゃないですね。お菓子、相当昔のやつですね。まあ、この管理していた人が捨てたのか、まあ、なんかのあれで持ってきたのか、ここに。相当ね、深い感じですね。
とね、ちょっと特殊なものが、特殊な感じですよね。なんか頼り手がかりになるものはないですけど、まあこういう場所もあるということですね。とてつもなくすごい量のゴミを、発見しました。まあこれは撤去するのにもね、相当な時間と労力がかかるかなと思います。結構山の上なんで重機も、持ってくることはできないかなと思います。